皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日はですね、レゴスターウォーズスカイウォーカーサーガをやっていきます。前回までのストーリーは、今エピソード4やってて、デススターに来たんですけど、ルークたちがとりあえずレイヤーを助けて、で、我々オビワンチームはトラクタービームの解除をしなきゃいけないっていうことで、これからトラクタービームを切りに、行きます。これどっちだ？こっちか。あ、そうそう、この黄色の印をね、辿っていけばいいんだね。あ、待てよ、何気にこのオビワンでライトセーバー振るの初めてかも。いいブレンドだ。お、あいつら休憩してるぞ。ちょっと脅かしてある、あ、脅かしに来た。あ、ダースベイダーがいる。え、入れねえのかよ。アナキン、名前忘れた。あの惑星でボコボコにしてからこの2人は会ってないですからね。あのスピンオフのオビワン系のオビの話。トルーパーのやつら、あいつらヘルメット脱がずに飲み物飲んでるよ。そういう機能でもあるんかな。ダース・ベイダーも飲み物飲んでる？あいつも飲み物飲んでるぞ。あの、あれかな、あのスーハーの、あのマスクの先端のところから吸ってるんかな。まあ、オビワンとアナキンの、オビワンとダース・ベイダーの再会はまた、まあ、この後すぐだと思うんで、楽しみにしてましょうか。これさ、あれね、この黄色の網網に引っかからなければ見つからないってことね。まあ、あのヘルメットも視界悪そうだから、どうした、落ちる、それぐらい距離があるのがいいのかもしれないです。しかし警備を突破する必要があると。こいつでまた、よし、素晴らしい。トラクタービームの制御装置はこちらです。姿を見られるわけにはいかん。あれ、ジェダイの技がここで役に立つ。フォース、マインドトリックだ。お前の中に入る。入った。こいつどうすんの、これ、これく、こいつ落とす。それかな、飛び降り自殺させるんかな。あ、違った。え、こいつやっつけりゃいいのかな。もちろん、もちろん、うまい。ああ、これでいいんか。あれ、ちょっと何、違うじゃん。いや、ほら、意味ねえ。しくじった。あれ、どうすりゃよかったんだ。しくじった。ステルスミッションのはずなのに。トラクタービーム、こっちか。あれ、これどうすんの。あ、あれか。引く。長い道のりだな。ベイダー卿がもっと安全な作りにしてくれていれば。あ、こっからミッションか。お、ベイダーの呼吸を。この感じ、思い出す。いや、違うか。うん、やはり。そう、筋トレしてるぞ。いや、わからんな。ああ、待っていたぞ、オビワン。やっと再会できたな。これで運命の輪が閉じる。かつて弟子だった私も今やマスター。あそこにある。
あれできたの？いい度胸してるわね。マナ、行こう。ゾウ！なんだ？太極拳。いたぞ！撃て！太極拳ですよね、今の。あんまりよく、ちょっと武術のことがよくわかってないけど。え、オビワンでベイダーと戦ったりできないの？ファルコンはこの辺りにあるソロー。ほら、お前ら。そう、クローントルーパーはね、解散になって、今この帝国の連中は、あの、志願兵とか、そういう連中で、この帝国のストームトルーパーの軍隊を築き上げてると。これどうすんのこれ。お。ちょっと久しぶりに中ばっか動かすか。対処しろトルーパー。どんなアレルギーだよ。こいつを開けるぞ。落ち着いてやれ。そう、中ばっかの銃って確か強いっすもん。これあの、こいつらの腕バラバラにするとかできないんだっけ。必殺技はないんだ。前も言ったかもしんないけど、昔 DS のスターウォーズやってて、レゴのね。あれ？ DS のレゴのスターウォーズやってて、それはなんかあの、チューバッカがストームトルーパーの腕外してぶっ殺すシーンがあった気がするんだけど、ないんかな、それは。ああ、これ爆弾か。組み立てる。あ、これあれか。これ。違う。あ、そっか。あいつが持ってるキーを奪うのかな。うわ。厳重だな。いいね。ストームトルーパーってのはそこなしだな。手強いな。キャノンを潰す。いやー、あいつランチャー持ってるぞ。こいつお前。よし、エイムか、エイムか。ダクソ。ちょっとこいつら、あれか、中年のトルーパー。よし。ほら、お前だ。よし。取る。差し込む。いいね。アルコンで逃げるしかない。ソロで行こう。あれ、こいつお菓子でぶっ壊しやがった。よし、帝国の技術はややこしいが、これ壊しちまう。結局ぶっ壊す。これでともかくドアが開く。取れた。あれ、あ、これか。あ、こいつをやっといて、中ばっか。あれ？あ、来た。で、これ。よし。
いいね、双子がこうやって並んで走ってると。あ、今度こっちね。久しぶりのレイヤー姫できますか。やべ、全然当たってない。お、爆弾、よし。ルーク、ライトセーバーは使えないよね。こいつら、どうです、救出も様になってきたでしょ。これ来といた方がいいんかな。あー、このランチャーやろ、着といた方がいいかな。トルーパーの服、もうこのまま行きますか。もう逃げるだけだもんね。ベンとベイダーは、お、二丁拳銃。こいつらはちょっと若いか。あ、そうでもないか。よし、さすがお姫様。そう、オビワンのね、スピンオフでちっちゃい時のレイヤーも見れたし、あれ良かったですよね、本当に。あれ、こいつ、やっぱりあれだ、必要だ、スーツが。どうやってフォースフィールドを解除するの？あのコンソール、ストームトルーパーの変装してた時は使えたはずだ。これってこんな中途半端な格好でもいけるんかな、この、これ。ちょっとやってみますか、これ。顔だけでいいんかな。お前らまだいるの？あれダメだ。反乱したごときが帝国のフォースフィールドを解除できるわけがない。 DS のね、レゴスターウォーズだと確か頭かぶるだけでいけたんですよ。よし。え、嘘。ほらお前、頭を狙ってやる。よし。で、こいつを、今度また下に行くのか。まあ、このまま行きますかも。レイヤーにもスーツ着せた方がいいかな。ここ？違うな、ここじゃねえな。ミニキット、久しぶりにゲットしたな。あ、違う、向こうだ。よし。あれ？ああ、いいか。ああ、ここ。道を間違えたみたいだ。あれ、あれ。すぐ開けられちゃう。ああ、どっから撃てんだ？あ、下か。あいつら。おお。ちょっと爆発で。やべ。よし。これジャンプで飛ばないの？まだいる？あいつら。エイムが。おお。あ、これでようやく。うお。いやー、いいね。これがね。たとえ倒しても私はお前の想像を超える力を手に入れる。
ベン。ベン。走れルーク、走れ。うわ、ちょっと泣きそうになってきた。オビワン。悪くない救出劇だったろ。 R2 に預けた情報だけは無事ね。勝負はこれからよ。さあヤビンの第4衛星か。いやー、デススターやっと抜けましたね。でもやっぱりオビワンが死ぬところはやっぱ悲しいな。まああのフォースの霊体になるって分かってますけど、それでもちょっと悲しいというか寂しい気持ちになりますね。この情報を今すぐヤビン4の反乱軍基地に届けないと。で、それは一体何の情報なんだ。あの巨大な要塞の設計図よ。詳しく分析すればきっと弱点が見つかるはず。面倒な話だぜ。まあ俺には関係ねえ。報酬をいただいたら即おさらばだ。お礼ならご心配なく、お金くらいいくらでも差し上げます。さあ、新しいヒントが届きたて、ほやほやですよ。とりあえずここに来ましたね。お帰りで、ご無事で何よりです。早く司令室へどうぞ。将軍たちも設計図を心待ちにしています。お、もうモスマじゃないこれ。この要塞は防御シールドで覆われ、配備された火力は宇宙艦隊規模に匹敵する。だがレイア姫が持ち帰った設計図を分析した結果、弱点の特定に成功した。小型の一人乗り戦闘機なら外側の防御シールドを突破できるであろう。では出撃だ。フォースの共にあらんことを。ああ友達ね。ソロは行っちゃった。早いな、もうここで。早いな。おお。ゼキ、エスボイル戦闘態勢。レッドファイブ突入する。あ、あれ口笛なの？引き寄せボス。こんなのベガス警告と一緒だ。デッカクリンポイント3。ルーク、感覚を信じるの。ベン。さあ、苦手な空中戦。当たってねー。うわ。こちらレッドリーダー。カーボレーザーを向かう上じゃ、どうにも先に進め。そう、このなんか苦手なんですよね、この空中戦が。やめてよ、アルチュー。よしよしよし。いいぞ。ああ。これ当たってる？よし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 、いいぞいいぞ。安定してきた、安定してきたけど、あまた、あ、ちょっと見に来て、見に来て、見に来て、見に来てくれ。ゲットした。お、ゲットした。ちょっと待ってよ。あ、全然全然狙いが定まってない。これダメなやつじゃん。ちょっと、やべ、うわ最悪。障害物やっちゃったよ。よし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 。当たってない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 。ハイファイターがまたそっちに向かってるぞ。よし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 、当たってる当たってる。またハイファイターが来る。障害物を、これ後ろから来てるんだよね多分ね。やべ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 、全然当たってないよ。ちょ操縦が、やべ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 、うわこれな、これ真のジェダイ。あ、早いな。よしよし、いいぞ。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。お、
ベイダー。あ、顔がレゴの顔やっぱ面白いな。帰ったら皇帝に怒られるやつだ。片付ける、援護しろ。はい。おい、気をつけろ。帰ってきた。なんじゃこりゃ。これ全部片付けるの？中央配列砲は他のが作動するうちは開かない。開ける方法は一つ。レーダー氷が戦争に加わったらしいな。やべ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 。あ、これが排熱効果。これでいいの？いや、ちょ見えない。小型の排熱砲を撃つ。オビアンの声が聞こえる。排熱光ってこれ？あ、違う、これだ。四角。あ、これだ。排熱光に四角だ。オッケーオッケー、大体分かった。ちょ。ちょっと待てよ。これもう火出てんじゃん、これ。ちょっと待って。やだー。ちょっと待って。激しい。これあそこで魚雷を、ここ、あれ、どうやって魚雷撃つの。あ、こいつを回収して、そういうことか。で、あれを撃つやんだよね。ちょっと待ってくださいオビワン。よしで、今度あいつを回収して、あー、やられた。あれ何これ。お、あいつを回収して、ちょっと待てよ。これを回収して、で、今度あそこか。よし、来た。よし、来た。おお。開いた、開いたぞ。で、あそこに行くわけ、ね。なるほどね。よし、で、魚雷ゲットした。で、障害物片付けて。あれ、今なんかタイミングちょっと違ったのかな。よっしゃー。なんだ、やったな。超ド級の大当たりだ。フォースは君と共にあるのだ、いかなる時も。ベイ、お、あ、そっか、 BGM 切ってるからここ鳴らないんだ。はめ方雑。後ろにいるやつ誰？これ音楽ね。いや、終わりましたね、エピソード4。そうか。いや、でもいいですね。なんかレゴだけど、ちゃんと、まあ、いつも同じこと言ってますけど、あの、本当レゴだけど、映画のシーンまんまって感じ。すげえ、真のジェダイ初めて行ったんじゃない、これ。ミニキットは2つか。
あ、3つゲットしたんだ。ルークスカイオーかセレモニーウェッジ、あ、最後にってやつか。さあ皆さん、こんな感じで新たなる希望が終わりました。次回がですね、いよいよ帝国の逆襲に入っていきます。エピソード5。あ、これあれなんだね、あの偵察ドロイドとソロとチューバッカが戦ってんのか。で、後ろにあのクマみたいなやつがいる。なるほどね。まあこんな感じで、次回も続きをやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様です。